はい、皆さんこんにちは、アイズチャンネルです。今日は福島県猪苗代町にある羽日神社へ来ています。ご覧のように、今日はすごくね雪が降っています。10年に一度の大寒波と、言われている日に、ここへ来てしまいました。すごくね寒いんでね、寒いんですけども、それでは冬のね羽日神社へ行ってみましょう。
冬の半日神社いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Thank you.